今回は現場と衣装が華やかなだけに、私らしさを引き出さなければただ見栄えがいいだけになってしまいます。気を引き締めていきましょう。そう言っているそばから、あの男は、元谷は自分を出しすぎです。神谷さんもいる前でいきなりどこかへ消えてしまうなんて。この広大な植物園の雰囲気に触発されて駆け回りたくなってしまったのでしょうか。すみません神谷さん、後で言っておきます。放っておいて問題ないですか？ああ、確かに元谷が本能のままに行動した結果、想定よりいいものが生まれることもありますからね。この先に彼の興味を引くものがあるのでしょうね。しかし急いで向かうにはこの景色はもったいないです。少しくらい待たせても構いませんよ。優しい光を受けて輝きを返す花々と、そこに集まる蝶たち。春爛漫とはまさにこの様子のことを指すのでしょうね。あなたの隣で同じ光景を見られてよかった。花吹雪に胸を膨らませ、新鮮な感動を共有できる。それにあなたを私だけのものにできますから。私は欲張りな男なんです。この場所のようにあなたには私に夢中になってほしいと願ってしまう。そのためには誰よりも美しい蝶でいなければ、私はあなたの瞳に映るのにふさわしいのでしょうか。いえ、迷いなど冬の名残とともに消し去ってしまいましょう。望みはこの手で掴み取るものです。私を惑わせ狂わせるのもあなただけだからこそ、あなたが見とれるくらいの存在でいられるように、風光る空を羽ばたきましょう。